去年10月、柏崎市の海水浴場で柏崎消防署の26歳の隊員が訓練中に溺れ死亡しました。弁護士や大学教授らによる第三者委員会は今日5回目の会合を開催。資機材や安全管理体制などの観点から分析し、再発防止策を求めたことを明らかにしました。どれさえなければ大丈夫だったろうということではなくて、どれも必要な対策だったんじゃないかなということですので、強弱とか優劣とかっていうのはあまりちょっと考えなかったです。報告書の具体的な内容は明らかにされていませんが、先月市議会で死亡した隊員の体調不良の情報が共有されていなかったことや、訓練の監視体制の問題が指摘されていました。水難救助活動計画の改善に当てながら、水難救助訓練合わせて水難救助活動現場に対して、そういった即した活動にしたいというふうに考えております。報告書は今月中に柏崎市消防本部に提出され、遺族や市議会に報告される予定です。